みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのしほです。はい、ということで、今回はですね、裏返った。今回はですね、裏返ったんだけど、今回は、このね、なんだっけこのお店、なんか言ってもするじゃん。TikTokじゃない？そうだ。TikTokっていうね、お店で買ってきたものを紹介していきたいと思います。ということでですね、ということで、今回はね、このTikTokってお店で、約じゃない、約か。1万円分洋服を買ってきました。はい、1万円企画ですね。久々の1万円企画。一番嬉しい企画だよね。嬉しいよね。洋服1万円分って嬉しいよね。嬉しい。あ、パパがいなかったね。パパには秘密だ。ということで、早速紹介していきたいと思います。1万円分だから結構ね、結構あるでしょ。そうね。そうなの、もう買っちゃった。ということで、まずはですね、お揃いからいくか。うん、まずはこの2着ですね。この柄の黒と白を買いました。あー落ちた。この柄のね、黒と白バージョン買いました。これね、なんとセールで1着1000円で、そっか、レジ行った時に、こちらどうですか？そう、お店の人に勧められてしまって、うん、かわいいと思って買ってしまいました、うん、これね、今度ね、着たいなと思って、一応広げてみようか、せっかくだから。で、これ裏なんですけど、バック、うんうん、バックプリントで、うん、表もね、同じプリントがね、胸元にされてあります。夏っぽいよね。ね、本当に、うん、で、白が私で、黒が妹です。妹もね、同じ感じで胸元にね、うん、同じプリントがされてあります。かわいいよね。もう夏だよね、こういうね、こういう T シャツは、うん、いいよね、夏って。これからの季節っていうか、もう ね、いいよね、いい感じで。続いてもお揃いですね。続いてはまたガラッと系統が変わりましてね、ガーリー系になります。はい、これね、学校とかにも私多分無理だけど、キャラ的に、うん、私あの動き回るタイプだから学校でキャラがある。学校のキャラはちょっとハイテンションで動き回るキャラだから、そういう服は似合わない。そういう服は似合わないんだよね、まあ、休日ちょっと着たいなと思って。リミも休日着ようって言えば着るんですよ。確かに、これ着てって言ったら、うん、いやいや着るんですよ。でも最近リミもお揃いがなくなってちょっと寂しそうだもんね。お揃いがいいとは言うから、そう、着せたいと思います。はい、この服ガチで可愛くてね、こんな感じでね、この腕がね、カンガーとかにかけた方が分かりやすいかもしれないけど、この腕がね、ボリューム袖になってて、うん、すごいふわってしてる感じな、うん、感じのと、のね、この襟がついてるんですよ、うん、でここにリボンがあって、ほんと可愛くて、こちら買いました。ボタンもちょっとなんか違う。そう、ボタンのね、種類が全部違くて。全部違うのこれ。そうそう、かわいいよね。ちょっと画面越しだと見づらいかな。ほんとだ、違う。全部、3つとも違う。なんか一向機、あ、全部違うのか。全部違くて、すごい、かわいい、すごいかわいいなと思って、うん、細かいよね、ほんとに細かい、よく見ないとだけどね。だからほんとにね、こだわりすごいし、ほんとかわいいなと。黒も一応広げようか。黒のね、柄はこんな感じです。黒はちょっとね、シックな感じだね、やっぱちょっとね。リミちゃんはどっち系、どっちかというとこういう系なんだよね。で、ちょっと同じですね。はい、こんな感じで、襟もついてて、ね、リボンで、うん、はい、これをね、うん、一緒に着たいと思います、はい、今度ね、着た時また写真ね、載せたいと思います、はい、インスタかな、多分、はい、まあ、フィードに載せるか、ストーリーに載せるかわかんないけど、どっちかに載せたいと思います。どっちかに載せたいと思います。で、さ、私さ、うん、リミも着れるじゃん。そうなのよ、もう同じサイズなんで、結局着てるのがもう好きなものを着ちゃえるっていうのも、もう姉妹リミが大きいの好きなので。そうなの、 そこがね、いいというか、私とリミ同じサイズなんです、うん、そうなの、もうね、今ね、リミのを私が着たり、シホのをリミが着たりすることもできるんですね、うん、そうなの、なのでも私にとっては一石二鳥なんですよ。確かに、お揃いを買うということは一石二鳥なんです。そう、どっちの色も着れるとね。そうなの、結局は一石二鳥。はい、ということで、次はね、お揃いじゃなくて私個人で買った学校用の洋服なんですけども、はい、うん、学校用って、まあ、一目惚れかな、これは。一目惚れでね、まずはこの T
シャツでございます。これとあとこれマネキンを見て一目惚れしたんですけど、うん、マネキンはこの緑バージョンの色でした。そうね、緑も可愛かったけどね。可愛かったんだけど白、しほちゃんはやっぱ緑より白かな。うん、白だね。今日も白だし、この T シャツもね、うん、買った T シャツも白だし、うん、私はなんだかんだ白なんですよ。でこの白を買ったのと、うん、それに合わせて着るのが、このこれ、これが ね、 ね、一目惚れだよね。これほんと一目惚れ、このロングスカート。私ロングスカート好きで、学校にもロングスカート履いて、うん、鬼ごっこしてるぐらいなんです。確かに危ないので転ぶのね。で転ぶんだけど、このね、この紫とね、青とかこういう色のね、このスカート本当に可愛くて、マネキンが着てたの見たんだけど、もう本当に一目惚れだよね。本当可愛くてたまらんくて、これにね、これを合わせて着たい、これに合わせてね着たいと思います。はい、で本当に可愛いんだよね、このスカート。何色でもあって、うん、そう、何色もあったよね。あの緑の T シャツもあったし、白もあったし、グレーっぽいのもあったし、うん、何でも合いそうな感じでした。はい、ね、いいと思います。これを学校に着ていくのもあれだけど、それは、そうね、ちょっと汚れるそうで、ちょっと抵抗あるけど、確かに、この T シャツは着ていこうと思います。はい、このスカートちょっと抵抗あるね、うん、汚れたらだって、あー、悲しい。はい、はい、ということで今回はね、このティップトップっていうお店でね、約1万円分買ってきたものを紹介してみました。ということでね、本当にここのね、洋服かわいいので、かわいい、皆さんもぜひ当店行ってください。あ、決して案件ではないです。ないです。決して案件ではないです。ないです。行ってみてください。ということで、それではバイバーイ。